こんにちは、ナムです。パワープロプリやっていきます。今回は、注意、絶対6月26日までに呪術ミキサー回しておきましょうということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、皆さん、ミキサーガチャのバッジ集めてますか？で、結構注意しなきゃいけないことがあるので、まあ、一つお知らせと、あとは、まあ、僕まだ一回も回してないので、ついでに回していこうかなっていうふうに思ってます。で、それが何かっていうと、この期間限定チャレンジですね。で、受け取り期間は7月の3日までなんですが、この実施期間自体は6月26日の10時59分までなので、これをしっかりやっておかないと、まあ、称号だったりとか、あとは2次の呪術バッジが15個もらえるので、まあ、これはゲットしておいた方が、まあ、いいんじゃないのかなっていうところでお知らせでございましたと。いうところで、まあ、回していきましょう。さっさとね、東堂の SR をゲットして、僕もプラ3ぐらい作っていきたいので、やっていきたいと思います。で、このミキサーガチャの10回と、あとは40回目までに東堂の SR 出るので、合計で50回。なので、かける5で250個あれば足ります。で、先ほどのチャレンジと合わせて、235プラス15で大丈夫なので、235集めれば、しっかりと、こう、最低ラインは届いているんじゃないのかなっていうところでございます。ということで、行きましょう。で、僕はスタジアムを回してる方がバッチ圧倒的に多いので、まあ、こんな感じでガチャガチャ回していきます。今回はなんかいいもん出るかな？招き猫、まあ、カロリーバーって出んのかな今回。ちょっと招き猫カロリーバーあたりのアイテム狙いですね。毎度毎度ですけど。で、結局、イベキャラが仮に何か当たったとしても、その自分が欲しいイベキャラに当たる確率って相当低いので、ちょっとま、あんまり期待はできないのかななんていう風に思ってます。で、おお、ラッキー。で、毎回この招き猫3個とかが、ま、出てくれると嬉しいなっていう感じですけど、今回出んのかな？いや、あとは、ま、この、五条先生がね、日曜日、月曜日になるのか？月曜日に実装される予定のはずだと思うので、まあ、そこは非常に楽しみにしたいなっていうふうに思ってます。で、終わりました。はい、ということでね、こっからガチャガチャ回していきましょう。マジでさ、本当に月曜日が楽しみで仕方ない。まあ、特にピッチャーで強いのが作れる感じのキャラクターだといいなってめっちゃ思ってます。ピッチャーがマジで弱いので、ちょっとそこを上げないとなかなかチームランク上げていくの難しいかなって思ってるんで。まあ、先発の金徳入ってくるといいですよね。マジで楽しみです。ということで、続きやっていきましょうかね。はい。いやー、どうなるかな。早く月曜日にならないかなってめっちゃ思ってます。まあ、僕だけじゃないと思いますけど。やっぱりね、なんかこう、第1弾のガチャはもう当然、こう、期待感も高かったし、キャラも強かったから、おー、シラスめちゃくちゃ更新できるやんってなったんですけど、まあ、野手はもうお腹いっぱいなんですよね。どっちかっていうと、おお、天才出たわ。どっちかっていうと、やっぱりもう、投手の方をね、強化させてもらえたらいいかなって感じです。で、まあ、桃鉄高校か、もう結構やってないから、なんか本当に、またやっていけるのかなってちょっと不安になったりはするんですけど、まあ、何回か、おお、招き猫さん。何回かやるとね、結構思い出してくるので、なんかそこでうまくやれたらいいかなとは思いますね。ピッチャーしばらく作ってないな。本当に、まあ、シラス強化がやっぱ期間限定っていうのもあるんでね。もう期間限定じゃなくていいんじゃないかな。戻ったらやらんもんな。まあ、いつでもシラスに関してはね、強化すれば遊べるんで、まあなんかそういう感じなのか、まあ新しくね、こう、センス丸が、まあ実質廃止されて、で、まあ経験点の調整とかも必要なのかなと思うので、なんかなかなかそのあたりは難しいのかもしれないですけど。いやー、どうなっていくんでしょうね、パワープロ自体も。本当になんか、これからが楽しみ、楽しみというか、まあどうなるんだろうなが、一番大きいかな。てか、そろそろバッジが種類なくなってきたので、
虹バッジもゲットしていきたいかな。そろそろ終わりそうですね。そろそろ終わりそうですね。3-1で分けるか。1-2-3。こうかな。これで、ガチャガチャやっていけば多分なくなることなくいけるとは思うので。で、まあもうちょっとな。もうちょっとで終われますね。意外とやっぱすぐだな。すぐ終わる感じです、意外と。もうちょっとかかるかなと思ったけど。で、虹バッジもらいに行きましょうか。そろそろ多分全部回したと思うんですよね。はい。で、ここでしっかりと全部ゲットして、おー、あと1回あったか。んじゃあ回していきましょう。で、あとはもう虹バッジ込みで回しながらになるので。東堂まで届くよね、これ。あとなんだっけ、僕が、安藤って書いて動画出したやつね。ちょっと皆さんに、めちゃくちゃコメント欄でお叱りを受けました。すいませんでした、その当時は。なんか疲れてたんでしょうね。なんか実況の中でちゃんと東堂って言ってるのに、ずっと安藤言ってて、ごめんと思って。マジでごめんと思った。はい。そろそろ40回行く？あと4回ですね。で、このミキサーバッチガチャは終わればいいのかなって感じですね。まあ、ちょっと SR、おー、キャラ出ましたね。ホムラが1枚出ました。以外は、まあ、キャラ、おー、連続できたな。すげえびっくりしたわ。六本木もね、サクスペの方では別バージョン出てるみたいなので、なんかその辺も楽しみにしたいですね。次かな。はい。これで僕は一応、東堂がしっかりとゲットできたので、これで、終わりたいと思います。はい。ということでね、呪術ミキサー、まあ、その、ミキサーを回すタイミング自体はいつでもいいんですけど、まあ、この、受け取りをしっかりするためにも、ぜひ、6月26日の11時までにね、回し切ってもらえたらいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。あとは、まあ、この日曜日が過ぎれば、皆さん楽しみにしている五条悟の実装がね、近づいてくるので、まあ、そこでしっかりとピッチャー作っていくことになるのかなっていうふうに思ってます。まあ、いや、どうなんでしょうね。一応、野手能力も相当高いので、まあ、二刀流なんじゃないのかなとは思いつつも、まあ、やっぱり、こう、投手特化にするんであれば、球速変化とかね。まあ、それこそ、まあ、変化球は入ってるんじゃないかな、さすがに。変化球、スタミナ、変化球、コントロール。まあ、この辺が、ありそうかなっていう感じではありますけどね。まあ変化メンタルとかでも嬉しいのかもしれないですけど、なんかちょっと、どうなんでしょうね。難しいですね。変化守備とか。なんか二刀流にするならまあ、その変化。まあ変化だけが一番嬉しいですけどね。ただまあ、そんな風にこううまくもいくかどうかわからないので、まあ本当に蓋を開けてみてから楽しめたらいいんじゃないのかなっていう風に思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。